お疲れ様です。お疲れ様です。どうしたんですか、その。ニキビが。ストレスニキビらしいで、この位置で。で、今日なんですけど、恒例の、はい、ノア社長お悩み相談のコーナー。で、またホテルまで呼び出されたってこと。例えばお家の撮影ができないっていうんで。10代のももさんからの質問です。はい。私は顔周りの肉が人よりも多いことがコンプレックスです。よくお姉ちゃんから二重顎になっているよと言われます。マッサージなどもしてみましたが、やり方が悪いのかあまり効果が感じられません。顔のお肉を少しでも減らす方法で知ってることがあれば教えていただきたいです。10代なんであれですよね。やっぱお金があんまりだから。なんか自力でできるようなことがあれば。痩せなきゃいけないよね、もしその痩せなきゃいけないよね、もしその顔のお肉って、人によって顔から落ちる人と顔が最後に落ちる人がいるから、もし顔が最後に落ちるんだったら体重を5キロぐらい落とさないと多分変わらへんと。で、顔だけ大きすぎてしまうんであれば、小顔矯正行くか、整形じゃなくたとしても、で、エステで行くか。一番早いのはバッカルファットって言って、中からここの丸いお肉のお肉を抜いて、耳の後ろから顎下の脂肪吸引したら綺麗な。へー、詳しい。やってます。あ、やってるんですね。結構やってるんですか、他。やってる、全部。何か所ぐらい。眼球以外。そうなんだ。1ミリとかしかいじってないけど、眼球以外とかね。怖いわ。いつも動画楽しみにしています。24歳です。貧乳が悩みです。かっこ遺伝もあるかと思います。どうしたら大きくなりますか。また小さくなる行動などもあったら教えていただきたいです。え、私、唐揚げ食べてたら大きくなるっていうイメージだった。唐揚げ食べてたら大きくなるっていうイメージだった。その前も家族も唐揚げいっぱいちっちゃい時に食べてたらおっぱい大きくなった。その説って本当なんですか。いや、分からへん。分からないけど、私はそう信じてた。こんなんもいいけど、マッサージとかって、ここ、力入れたここの筋肉が、あ、引き締まるとお胸が、うん、ってやってたんですか。やってなかったけど、なんかこれが効くって伊藤家の食卓かなんかでやってた。あのシャワーシャンプーのポンプをこうやってたら、おっぱい大きくなるみたいな。どれだけダイエットすると意気込んでも結局食べてしまい、全然痩せられず一生ぽっちゃり体型でいます。万年デブの私がダイエット成功できるような言葉をください。痩せなさい、痩せなさい。私はニキビができやすく、毛穴が目立ちやすい肌です。美容皮膚科に行ったり高い化粧品使ったのですが、お金が続かず、とりあえず食べ物や生活習慣に気をつけています。でもすぐニキビはできちゃいます。どうしたらいいですか。とりあえずクレンジング、洗顔、保湿、乾燥ダメ、ストレスはためない、よく寝る、枕カバーとかベッドシーツとか毎日変える、毎日の方がいい。肌には、あと爪切る、ビタミンの飲み薬とか、髪の毛とかが肌に当たらないようにした方がいい。布尾さんも気をつけていらっしゃると。気をつけてたんですけどね、ストレスだけはどうにもならんよね。最近ほうれい線が気になり始めました。ヒアルロン酸注入などいろいろ考えているのですが、ノアさんは何か対策してますか。最近ハマってる美顔器があって。美顔器、美顔器、はい、見る、見たい。
じゃじゃじゃん、レディッチトリプロ。レディッチトリプロ、はい。やっぱり美顔器とかって使うんですね。え、でもめっちゃ美顔器好きで、はい、美顔器マニア。あ、じゃこれ以外にも持ってるけど、最近はこれにハマってる。へぇ、笑わんといてな、はい、よいしょ。どう？見て、こっから本物のエステ行った後の感じがする。そうなんだ。うん、元気になった。ハイパワー LED って言って業界唯一 の、 あの LED を搭載してるからめっちゃ速い。これさっき美顔器って言ったけど、美顔器だけじゃなくて美容器で、ホワイトニングとヘアケアもできるから、肌と歯と髪が一個で全部できる。マジっすか、うん、便利。夢のような機械ですね。これ発毛にも効くらしくて、毛が生えてくる。3ヶ月くらいちゃんと続けたら毛が薄い人も生えてくる。薄い人、うん、てかこれ載せといてあげてよ、あの概要欄に。あ、はい、おすすめ。ちょっと美容とはずれてるんですけど、うん、酒癖は治りますか？治ります。意識の問題、治ります。治ったんですか？治る、ん、治る、治る、治った。いや、出さなくなった休みの日以外調整できる、酒癖は意識の問題。営業中は出さないようにしてる。気張ってたら酔わない。さすがプロフェッショナル人生終わるもんな一瞬のふわつきが It's gonna be alright